はい、始まりました。はい、腰締め食堂第何回？7だそうです。はい、7そうです。今回も腰締めに来ですね、はい。いつもね、なんかちょっと適当なこと言っちゃってね。うん、前回何だったっけ？3000？なんか前あったのは、脂肪の強度3000っていうのですね。ナイス。そんなにないですかね。まあ、そんなにないけど、めっちゃ強いです。説明前回してるんで、ちょっとよかったら見てみてください。はい、今日はまた腰締めに来ですね。今日どこに行くんでしょうか？今日は新宿に行きます。新宿東京ですね。さあ、じゃあ早速見ていきますか。はい、お願いします。じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。はい。ちなみに腰締めに人はモニター2枚を背負って街を歩き回り、道行く人にガードナーベルトを巻いて回るというちょっと変わったイケメン。ただまだベルトの説明は慣れずに、ちょっとおっちょこちょいなところもあるガードナーのメンバー。さあ今日はどんな人と出会うのでしょうか。どうぞ。何や、背が伸びるやつ。そうこれの状態喧嘩をする。これ腰年齢16歳。じゃあ絶対いい。じゃあ絶対いい。じゃあ絶対いい。腰は当てるさいよ。4年齢16歳。いつ言われるんだろう。腰年齢っていう言葉を聞いたことない。何が変わんのよ、これね。そういうこと言う。ただ楽しめただけやん。いやいや、もうね、変わらへんやろ、今回は。そうなんですよね。おばあちゃんが巻くベルト。おばあちゃんが巻くベルト。東京湾のいろんな人が集まるから。でもおばあちゃんが巻くベルトってそのイメージがありますか。ああね、交通電力でね、高齢者が巻くものって思ってる。じゃあ2人とも今からそんなもんで感動はしませんよ。じゃあまずね、リーさんからハンド見ていこうか。おすごいよ。何が変わるんだよ、こんなの。何が変わるのかな。変わらへんやろ、多分。変わらへんやろ、変わらへんやろ。じゃあ、リーさんの腰が一気に出します。いきます、3、2、1、レッド。おぉ。おぉ、これすごい。いい反応。まだめっちゃ出てる。恥ずかしい。今どんな感じ。すごっ。軽い。え軽い。腰が、なんか、入る感じする。腰が入る感じ。いいコメントや。これでマジでちっちゃいのかも。前止めて。オッケー。じゃあ、次さん、巻くよ。すごいながら。あ、いいね、深いの、いいね。パンゴ、パンゴ、戻らん。戻らなってくるぞ。今から兄さんのコツを思い切り立ちます。3、2、1、グッ。あー、やめて。お前、それ腰、お前、腰悪いんだよ、お前。腰悪いんだよ。違う違う、ケツが締められてる。あ、ケツ？ケツ。もうちょい上だったじゃん。もうちょい上かな。お茶、よくかな。ここら辺かも。オッケー。ほら、よいしょ。うわ、すごくない。なんかね、上がるわ。上がる。なんか軽くなってきて。じゃあね、今から兄さんから一つ実験していくけん、その前で足を踏みしてもらっていい？結構足上げやすくないですか？ミッキーの片面で応酬してる。この状態で足踏み、僕がいつまでやめないでください。絶対ですよ。絶対やめないでくださいね。待って、重い。なんかね、最初ここまで上がってたやん。最後からここら辺に。あ、いい。マジ完璧。めっちゃ上がるけど。じゃあ兄さんもやりましょうか。兄さんも。面白いよね、本当に。さあ、86歳の兄さん。いくよ。1年で86歳、86歳の兄さん。めっちゃ軽いけど。軽いな。絶対に止めたよ。くそ軽いけど。すごいかも、これ。これすごいかも。すごい。よしよっと。乗ってきたね。おお。今回2機いけてるね。はい。ちょっとテンション高め。はい。はい。いい感じだと思います。はい。いやすごいじゃん。これ自分で弾けるよ。このストラップを。ここでここか。そう。これを。全然タメ口になってしまってる。真横にグッと弾いて。いいね。これだいぶ変わるよ、これ。だいぶ変わるでしょ。膝が痛くなんないの。自分でしても分かるよね、これめっちゃ上がりやすい。2人でちょっと協力して。膝痛いんだ、そもそも。次、体幹チェックします。2人とも今からグッと締めて、はい、グッと締めて、で、グッと巻いて、ここにグッと巻いて、そう、いいね、2人とも完璧。じゃあ、兄さん、先行こうか。オーケー。こっち向いてもらって、こういう風に、逆こっち向いて、逆同じ工程してほしい。後ろ手組んでもらって、手組みや、で、かかとをつけて、そう。で、この状態で体幹チェックをします。いいね、力入れないでね、絶対に。で、兄さん、この友達の手のひら、これをゆっくり動いて。だめだめ、そんな、信じないよ、俺。いいよ。ずっともっと出る、もっと左手させて、もっと本気で、もっと本気で、もっとやっていい。いくよ、そう。オッケー、バッチリバッチリ。マジで。これをどんぐらい押したか、どんぐらい押されたか。じゃあこの状態でベルトを取ってしまいます。締めた状態と外した状態で体幹がどんぐらい変わるか。OK。
オッケーオッケー、もう完全に取っちゃいます。あ、完全に取っちゃうの？ちょっと心持たなくなったな。じゃあ2歳、先ほど同じポーズしてもらって、で、かかとつけてもらって、素晴らしいリラックスしてやるよ。さあ、2、1、グッと押して。あ、ダメよ、ちょっと待って。ちょっと遅いよ、3、1、グッと押して。嘘だ、ちょっと待って。お前だよ、お前だよ。締めてる、締めてるね、熱いね。上半身リラックスして、肩の力抜いて、かかとつけて、いきますよ、3、2、1、グッと押して。おお、お競技、すごいすごい、余裕やね。じゃあこの、これを、いいね、最初だけで。どうなりますかと。全然重くなかった。じゃあ、この姿勢になってもらっていきますよ。3、2、1、グッと押して。うわっ。お前、腰やられちゃうじゃん。今ので腰痛めそうな勢いでしたね。今すごかったでしょ。ちゃんとすごいね。ちゃんとすごいでしょ。ちゃんとすごいね。これないよ。2人とも半日ベルト巻いた状態のまま今日動ける。全然関係なくやっぱみんなね、こんなに変わるんだね。多分結構多分20歳ぐらいの若い方ですね、おそらくですけど。巻いた状態で、巻いた状態と同じ状態で、そう。へえ。じゃあ今回もね。疑わなくなった。最初の。疑わなくないやん。いやいやいや。疑わなくなった。ミキのペースになってる。綺麗ちゃうね。次のダンスは。兄さんも芝居でなんでね。次は腰じゃなくて、お尻にマット使いますね。ちょっとビジュアルが不安になる。骨盤が整いますよ。これね、遠慮せずに、ね、言うと壊れるぞ。壊すぞっていうのを持ち切り、引いちゃうのがポイントですね。じゃあ今ね、骨盤の付け根に今取れてる状態です。じゃあ僕は準備してください。端をクロスに取ってます。そうそうそう、上半身をぶら下げて動きづらいけど、動きづらいでしょ。頑張ってあげてもらって、この動きが骨盤をグリグリと調整する動き、これ大体10秒ぐらいすると、はい、終わり。息乗ってるな。ちょっと説明がなんか省略できました。ちょっと足りないですね。ゴミ押しで行っちゃってる。兄さん、兄さん、体幹チェックしたよね。あれやってみようか。じゃあ君からやってみよう。じゃあ上半身リラックスしていくよ。3、2、1、グッと押して。やばいやばい。マジで。入れてる、体重入れてる。ベルト巻いてる時と同じような体幹バランスになる。3、2、1、グッと押して。ああ、でも。さっきの私が。そう。ちなみに肩回しとかもすごい今可動域上がってる。そう。同じ同じ。これはね、リフォームはやっぱりちょっと学んでるんですけど、本来はですね、肩のこの位置チェックしてた方がいいよって言われても、そうじゃん、場所が分かる。確かに感覚は分かる。他の誰よりも綺麗だと。いや、分からん、俺ちょっと催眠とかかかりやすいみたいな。こんな催眠だって勝手にしよ。確かに。こんな感じでね、今ご紹介してます。いいですね。いや、お二人ともありがとうございます。ガードナーベルト。そう、ガードナーベルト。これでも、もう宣伝してくれてる。急に桜臭くなってしまう。これオンラインでしか売ってないじゃないですか。通販でしか売ってない。通販で売ってないの？オンラインで売ってないの？一緒じゃん。一緒で分かって通販で売ってないの？さりげなく直していったけど、ちゃんと間違ってたよね。ちゃんとバレましたね。あ、通販オンラインやって。ご利用しで今通したね。お兄さん完全に信じ始めてる。いや、だから最初疑ってたんですけどね。なんかちょっとずつちょっとずつ、最後の骨盤補正前とかも通販でも売ってますということで、はい、見ていきましょう。はい。通販とかやってない。あ、これオンラインでしか売ってないじゃない。売ってない。通販でしか売ってない。通販でしか売ってない。店舗は売ってない。いや、ガードナーベルトって調べてもらったらすぐ出る。じゃ見かけて余裕だったら買おうか。もう全然買わなくていいね。これ体験してもらうことが。いや、でもだいぶすごい。しかもまあ、ちゃんとすごかった。逆に買わないでくださいって言ってるんで。あ、そうなの。塩見さんに騙されちゃった。まあ少しでも気になったら調べてもらったらいいんで。いや、ありがたい。いやいや、本当お二人ともありがとうございます。あ、いやいや。で今からね、またいろんな人パーキリングするんで、ありがとうね、本当。ちょっとがついてる。全然ちょっと説明が足りなかった感じがしましたね、うん、そのなんか足上げの話とか、まあ、体幹なんで変わるのかとか、うんうん、その辺がちょっと足りなかったので、ちょっとニキに最後そこも伝えて
指導していきましょう。指導していきましょう。さっきの、ね、あのお尻締める骨盤補正、はいはいはい、補正10秒で骨盤が整いますよっていうやり方なんですけど、うん、あれ本当いろんな変化があって、例えば前屈がめちゃくちゃ伸びるようになる人とか、うん、肩回りって先に引いてたけど、なんかそのやる前をどうかっていうのをチェックしないとこう肩をずつ回した時に、あ、ここで突っ張るなとか、うん、なんかパキッとなるなみたいなところを覚えておいて、でそれがどうなるかっていうのをしたらなんか変化があるかもねっていうやつなんで、もしあのベルト今持ってる方いたら同じことができるんで試してみてください。はい、このチャンネルの中に、そのガードナーストレッチ、うん、10秒骨盤整えストレッチのやり方が書いてあるので見てみてください。お願いします。はい、次回またよろしくお願いします。はい、楽しみていきましょう。はい、じゃあまたね。またね。